さあやってきました富士 86BRZ スタイル2022ですね。今回はこの展示されている車両をですね、久保さんの目線でぜひ解説していただけないかなと。ちょっとね、先輩たちの車も多いんでその辺気遣いながらやらさせてもらいます。はい、はい、というわけで早速行ってみたいと思います。新型 GR86、はい、ちょうどこの 86BRZ レースも始まってきて、はい、この新型車両にも僕よく乗るようになったので、はい、なんかねやっぱ今までの、まあ、この後見ていきますけど、はい、変化点も多くて、はい、まあ、エンジンも大きくなったりとか、あとねスタイリングもやっぱ全然今までと違うなっていうのは感じますね。そうですね、なんかフロント周りの、 あのライト周りのデザインが大きく変わったなって印象ありますよね、うん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 、なんか高そうだなって感じですね。高そうだなって感じ確かに僕もしました。はい、久保さんのお気に入りのポイント、うん、ここ大好きなのよ。これあれですね、あの変態が見る目線じゃないですか。しょうがない、変態だもんね、くびれが、うん、くびれが、はい、これめちゃめちゃエロいよね。いや僕もこれ見た時に、うん、なんでこんなにえぐれてるんだろう、うん、こんな変態なデザインよくやったなって思いました。本当だよね、はい、あとねこの新型になってからもう一個多分ね僕が思うにこの今まで国産メーカーが出してきた車の中でもついにやってきたなと思うのが一個だけあって、はい、ここの、まあ例えば高速道路でもサーキットでもフロントから風を受けるじゃないですか、はい、ここにねこういうダクトがついてるんですよ、はい、このダクトね、今までの車って穴開いてないんですよ。開いてないですね。そう、雰囲気、見た目、ダクトっぽい感じだったのが、はい、今回ちゃんと開いてる、はい、ちゃんとここから入った風がタイヤハウスの中に流れるようになってて、はい、で、なんだったらこのフェンダーの、はい、ここタイヤのちょっと後ろのここもちゃんとね穴が開いてるんですよ、はい、開いてない車ほとんどでした、ね、そう、でもね、パッと見やってますよ感の車多いんだけど、でも今回のこの新型車両は86も BR もちゃんとここが、はい、まあ穴が開いてるっていうのがいいことか悪いことでちょっと何度も言えないけど、でもちゃんと空力を考えてるんだなっていうのが今までのこの要はパフォーマンスじゃなくてちゃんと、テストとかも重ねた上でこういったところをやってきてるんだなっていうのが結構僕はねあの感動しましたね。この86も10年前って考えると今でもそんなにこう古いなっていう感じしないですよね。そうなのよね。まあ、でもこれも大きく、うん、まあ、前期型後期型ってよく言われてますけど、うんうん、ありますね。これは後期型ですね、はい、86の方がねちょっとねグリルがこう大きい感じがするね、はい、あとはこういったところのシャープな感じが86の方がするかなって感じです、うん、まあ、エンジンは新型が 2.4 リッターこっちが2リッターってことで、はい、まあ、すごい扱いやすかった。はい、本当にコントロールしやすくて、あの街乗りもサーキットも全部をすごくねオールマイティに楽しめる車だったなと思います。もう一番の高級車ですよ今、はい、今となってはそうですね、はい、一番のもう人が絶えないですね。本当だね、みんな好きよね、はい、やっぱ街中で見かけてもさおってなるよね、はい、このライトの正式名称なんだっけ、リトラクタブルヘッドライト。ありがとう、リトラクタブルヘッドライト、はい、僕ねこれ大好きなんですよ、はい、僕あのドリフト用に180持ってるんですけど、180もリトラクタブルライトですね。いいよね、いいですね、もう可愛らしいじゃないですか、こうパカパカ動くと。あ、パカパカ動くとね、はい、ドリシャでたまにパカパカしてるのもあるし、はい、たまにあの片方しか動かないことがありますけど、まずねラリー車の大きな特徴で言うとロールゲージ、ロールゲージ、はい、あとでね中撮ってもらえば分かるんですけど、やっぱり、上から1トン2トンっていう圧力かかっても潰れないようなロールゲージ、要は横転しても、はい、車を守るロールゲージが入っています。あとは、この車ね後で見てもらうと分かるんですけど、後ろにタイヤを積むところがあったりとか、タイヤを積むとか、と確かに積んでありますね。どうしてもねラリーだとねスペアタイヤを1本積まなきゃいけない、はい、まあ、2本積めるんだけど1本積まなきゃいけないってルールがあって、で今の車ってさあのスペアタイヤが入るスペースがあるじゃん、はい、あそこにはこの車入れてない、入れてない、あそこに入れるのが一番収まりがいいんだけどあそこには入れてないじゃん。それはなんでですか。多分ね重量配分、重量配分、そうそう、車の要はタイヤって結構重さがあるでしょ、はい、それを一番後ろに積むんじゃなくてこの車はなるべく運転席の近く前側に詰めておいてあるからそれだけウェイトがあるものを真ん中に集めたい、はい、そうするとすごい車の動きが良くなる、それだけで、だからそういうバランスを考えてるんだなって感じですね。なるほど。このドライバーの竹内さん、元気さんって人は、はい、実際にスバルの社員の方、社員さんなんですね。この新型 BRZ の開発もやってるし、うん、あとは今スバルが参加してるスーパー耐久の、はいはい、新型 BRZ の、プロジェクトリーダーになるのかな、はい、なんかそのエンジニアたちをまとめるリーダーもやってるので、うん、そういう立場の人の車ですね、うん、で今目下、ランキングトップ
ランキングトップ、新型 BRZ、世界初めての、競技での優勝は元気さん、竹内さんが成し遂げて、今年も結構ね3勝4勝ぐらい結構バンバン勝ってますね。すごい勢いありますね。そうなんです、そうなんです。でこっちは、ターマック仕様なので車高は普通だね、はい、あとは、ホイール、タイヤに関しては17インチの225が履けます、はい、この競技でいうと。でロールゲージとかは一緒かな。でまあ、メーターとかもあったりとか、はい、あとはねこのラリー車のもう一個であれで言うとすごいね林道を走るでしょ、はい、そうすると太陽がこうやって今こういう風に日が差してるでしょ、はい、で木がこうやって生い茂ってるじゃん、はい、そうするとさこのなんて言うんだっけここはい、めっちゃ反射するやんここ。あ、はい、反射しますね。あれでね本当に前が見えなくなる、はい、だからラリー車は、ね、基本的にあそこが艶消しの黒、あのダッシュボードのところ、ね、そうそうダッシュボード、ダッシュボードのところがそういうね仕様になってて、僕もだからネットでダッシュボードの日よけを買いました、はい、あ確かに。そうでも本当に、ね、見えなくなっちゃう。あとはマフラーとかは車検適用になってれば交換はしても大丈夫、はい、ブレーキも全然交換してよくて、はい、向こうはグラベル仕様だからブレーキはちっちゃいけど、これは今ノーマルのブレーキなんで多分ついてるのは、はい、をやってるって感じですね。そう向こうはクラブマン仕様の86ですね。こっちはプロクラス仕様なんですけど、大きく違うのは使えるパーツが、プロクラスは今年から格段に増えました。例えば車庫帳、マフラー、あとデフクーラー、あとミッションオイルクーラーとかその辺のクーラー系が出てきて、はい、でそういうのがプロクラスは、指定部品、認定部品になったので、その辺がねいろいろこう変えれるようになったので、今各メーカーねすごいテストを重ねて、開発をしながらレースを一緒に戦ってます、ね、あら我らの土屋さん、師匠の車、はい、拝ませていただきます。拝むの？いや、 やっぱり伝説の車ですからね、まあ、確かにね、はい、これがやっぱ86よね、はい、どっちかというと86というとこの車をイメージしちゃいますね。あ、そうね、そうね、はい、そしてオリドさんの86、これもかっこいいね。シンプルでもうかっこいいですよね。これの内装はノーマルなんかな、ノーマルじゃないですか。ホイールもこれそうだよね、はい、渡辺のホイールですよね。あっちょい、めちゃくちゃかっこいい、かっこいいね、はい、すごいね。ここからまだあと8台ぐらいあるので、はい、サクサクいこう。これ正弘さんだね、佐々木正弘さんの86はね、走る雰囲気が、そう、さすが正弘さんね、これ A86 に 71RS つけてるってところ、さすがね、すごいですね。しかも車高一番低いかもしれない、これ。これ低いですね、攻めてますね。あと出してるね。出してますね、僕も思いました。かっこいい。あら、続いて GR86、 谷口さんの86、初めて見た。かっこいいですね、ここにカナードとリップと、ね、このフロントリップかっこいいわ、はい、車庫段つらい位置、こだわりですよね、こだわり、指が1本か2本かみたいな、あ、言ってるもんね、いつもね、なかなかあれできないんだよ、はい、このフロントかっこいいね、かっこいいですね、後ろも見たいけど、はい、まあ、ちょっとサクサクいきましょう。織戸さんのもなかなか面攻めてませんか。それはもう織戸さん用だって、織戸さんですね、やっぱりだいぶいってるね、めちゃくちゃかっこいい。このエアロはオリドさんとこのオリジナルのエアロだった、はい、リドックスですね、かっこいいね、ついにリドックスが、はい、こうさりげないカスタマイズの癖なんですよね、ここのどれ、こういうこうなってるところ、もう一個下、あ、もう一本入れてるってこと、はい、あ、確かにね、はい、本当だね、めちゃくちゃかっこいいなと思います。またマサさんのお車がなんか同じ人ばっかりだね、みんな車大好きね、もう大好きですね、86大好きですね、マサイロさんの86、はい、これは、オリドさんのとは違ってグロウっていうご自身のブランドのエアロがついてます、はいはい、なんで前後、前横後ろは全部マサイロさんのブランドの、はい、エアロがついてる仕様ですね、はい、ブレーキはエンドレスで、タイヤはポテンザ、ホイールもポテンザですね、プロドライブ性能が、はい、かっこいい、いいね、なんか欲しくなってきたな、はい、お、続きましてタクティです、イウスさんのタクティも攻めてますね、はい、いいね。これは、ね、今度はちょっと、マサイロさんとは違うんだけど、このエアロは井口くんのオリジナルエアロになってます、はい、このリップいいな、リップいいよね、これね、はい、かっこいいよね。あとね、なんか最近屋根をねラッピングしたらしい、まあ、確かに黒くなってますね、そうそうそう、はい、あとはあのシートも他の選手ブリッド多いけど、井口くんのはレカロのスポーツシートが入ってますね、はい、そうですね。あ、そして世界の新井さんの、はい、これなんか息子さんがいろいろやってたね、
かっこいいですね。でも STI のパーツと、そうだね、基本的に外装は STI のパーツがついてて、はい、でエンドレスの、エンドレスのキャリパーに、はい、いいね、これも。この最近のトレンドのウィングいいですよね。スワンネック、スワンネック、スワンネック、はい、さあ続いて最後、はい、松井孝道さんの GR86 です。あのトラストさんのデモカーとかよく乗ってらっしゃいますよね。だからエアロもグリッティのグリッティの、はい、僕はこのホイールナットが一番好きですね。ああいいですね、この色やんちゃな感じがしますね、はい、あとこのキャリパーとドリルドのあそうだ、ね、色とディスクがいいですね。これは多分 GR86 のオプションのやつ、はい、かっこいい、かっこいい、なんか膨らんでくるね。なんかパッと見ると同じようじゃないですか。でも細かく見ていくとめちゃくちゃ違くて、全然こだわりが違うよね。皆さんのこだわりのポイントがあって面白いですよね。あちょっといいな、やろうかな。欲しくなっちゃいましたね。欲しくなってきたね、はい、僕も欲しくなりました。なんかやっぱカスタマイズ、特に今回のこの新型車両に関してはすごく、まあ、さっき僕がいいねって言ったのえぐれてるところ、はい、サイドのラインとかもすごく綺麗なんで、はい、今までよりもエアロパーツが映えるなってすごく思うので、ちょっとこれからちょっとねこの後ブースでも見ていろんなエアロ見てみようかなと思います、はい、来年は僕もここに車並べたいと思います、はい、楽しみです。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今ブースの方を回っていたところなんですけど、番組にもご出演いただいたブリットさんのブースに来ております。なんと今日はブリットの高瀬社長お時間をいただけるということで、ブースの方を紹介していただこうと思います。高瀬社長、いやいや、よろしくお願いします。どうも、山ちゃん久しぶり、どうも、はい、よろしくお願いします。パッと見た時にもうまず気になったのが、まずブリットって書いてないシートがここに一脚あるの気になったんですけど、これ、ね、これはこの GR86 の純正のシートです。で純正のシートを外すと置き場がない、置き場がないっていうことで、下にアタッチメントキャスターをつけて、これを、ボルトオンでねつくようにしたんです。あの、うん、気になったのが、うん、チャイルドシート、うん、あまりお見かけしたことないなって思ったんですけど、チャイルドシートこれ見てください、これ、はい、7月1日発売なんだけど、はい、これ見てください、日刊自動車新聞用品大賞受賞、用品大賞受賞したんです、はい、このシートが、はい、評価していただいて、はい、このブリットのブリットのブランドと、チャイルドシートのメーカーのリーマンっていう会社があるんですよ、はい、そことのコラボモデルで、よりスポーティーなブリットのイメージのものの、はい、まあ、生地のチョイスだったり、デザインだったりを変えて、はい、ブリットがチャイルドシートを売ると、はい、これがまたあの癒しの世界で、居眠りができちゃうという、あ、いいですね、疲れてたら落ち着く感じが、これロッキングしながら実はリクライニングもできるんで、そのリクライニングでまた倒すとちょうど角度がいいと、もうグーグー寝ちゃうわけです。結構倒れますね、180度までいっちゃうんで、お、まあ、これでもいいかみたいなね、確かに、そう、これは寝れますね、これはもう家具の世界ですね、はい、もうあの お家の中で使っていただくという形で、よいしょ、これいいでしょ、これいいですね、こう欲しくなるでしょ、はい、こうやってこうなんとなく動かしながらゆらゆらしたりとか、ゆりかごみたいな感じで、はい、それこそ倒しても最初大丈夫なのかなと思ったんですけど、もう全然減っちゃう、うちのやつ全然問題なくて、そうなんですよ、うん、こんな形で、あのシート、はい、総合メーカーになって、はい、この先は何をやるんだろうか、また楽しみにしていただいて、はい、はい、楽しみにさせてください、はい、はい、ということでブリットのブースお邪魔させていただきました、はい、高瀬社長、はい、ありがとうございました。どうもまたよろしくお願いします。はい、お願いします。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。